皆さんこんにちは、今日はですねこのアクアライブバケツの紹介をしたいと思います。見ていただいた通りこうフロント面がですねクリアのタイプの、バケツになるんですけれども、なぜクリアなのかというところ、これはですね釣りに行って釣れたお魚をですね、バケツとかクーラーとかに入れ張ると思うんですけど、今までの水汲みバケツだとこう入れた時に上からしかこう魚が見れなくて、例えば子供さんもそうですし、魚が本当に好きな方、魚が見たいっていうのもちょっと見にくかったと思うんですよ。それをこのフロント面をクリアにして、で背中がこう色がついている、まあ、壁ができたことで、ここの面ですごい魚をきれいに観察していただけるというバケツですね。しかも、まあ、最近魚を釣った後写真を撮られる方結構多いと思うんですけど、このバケツ映えます。で、まあ、デイゲーム明るい時もそうですし、夜なんかはヘッドライトを後ろから照らしてもらったりすると完全に映えます。はい。で、まあ、そういったなんかあなただけの水族館的な機能に加えて、でも本当にその現場ですごい使いやすい機能をつけようっていうので工夫して作ったバケツなんですけど、まず一つ、これ両サイドにロッドスタンドがついてます。これ2つついてるとすごい便利で、片方に竿、片方にタモとか、片方には、グリップ入れたりとかですね。で、なんやったら2人で行かれる時とかに、シェアして使っていただけたりもできます。で、あとは後ろに4つループがついてます。で、このループをですね、一番右だけペタンコとなってて、あと3つはプリプリプリってこう膨らんでます。でこのね、一番端っこのペタンってなってるところは何を使うのかっていうと、ここには例えばブクブクを引っ掛けていただいて、こっからこうホースを入れてもらって生かしていただくような時に使いやすくするためにここペタンコになってます。で、あとこの3つは例えばカラビナに何かかけていただいたりとか、グリップさせてもらったりとか、ハサミかけてもらったりとか、まあ、いろんな用途で使えるループがここに4つついています。で、あと上はメッシュでここにファスナーがついております。なので魚を入れてもらって飛び出したりとか、することもこれで防げますし、あとはですね、魚を入れている時の水の入れ替えが魚をこう止めて、ああ出ていってしまうみたいなことがないようにここで防げる作用もあります。あと魚、これすごい便利なんですけど、魚をまあ持って帰る時に一回締めて血抜きをこの中でした後、その血の入った水をこうザーッと流して、なんだこのまま海の中に入れてザバザバザバと洗って流したりすると、すごい綺麗に血抜きもできますんで、すごい便利です。で、あとはですね、ここのロープにこれカラビナでここについてるんで、なんかこうブラン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 持ち運んでる時もなんか煩雑なことにもなりませんし、結構これって便利です。といったようにですね、結構機能的にも使えるんで、本格的なアングラさんでもすごい使いやすいアイテムですし、まあお子さん本当にね、もともと本当にうちの子供が魚をこう上から見てるのを見て、横から見たらもっと楽しいんやろなっていうところから、まあこうクリアにしてっていうところは始まったんですけど、お子さんなんか本当に釣ったお魚観察して、そういった教育にもつながると思うんで、そういった使い方とかもしていただけるとありがたいです。で、何より本当インスタグラムとかで写真検索していただけると、すごい綺麗に昼でも夜でも写真が撮れるんで、まあ、そういったところぜひ皆さんもやってみてください。あとこのオレンジとグリーン、この新色がですね、この5月に発売になりますんで、こちらもぜひ皆さん使っていただけると思います。皆さんよろしくお願いします。